どうもくまきょんもくチャンネルです。本日はこちらの曲やっていきます。リクエストいただきありがとうございます。ということで登場コードはこのようになっております。はい、いつも通り簡単コードのみとなっております。まあ簡単コードとは言ってもですね、初めてやる方にとっては全部難しいと思いますので、まずは一個ずつね取り組んでいただければなと思います。コードの共通する指使いとかね、覚えていただくと結構わかりやすくなってくるかなと思います。例えば C メジャー7と G っていうのも中指と薬指はほぼ同じ動きというか、ね、置き場所なんですよね。うん、まあ、みたいな感じでね共通しているとこ結構ありますので、ゆっくり覚えていただきますと幸いです。で、右手の話をしていきます。まず一番最初はアルペジオっていうのがいいと思います。はい、こうやって順番に弾いていくってことですね。おやひとなかくすの順番で弾いております。ピック使う人とかもですね、最初は指で弾いて、でストロークになったらピック持ってみたいな感じでストロークを始めていただくといいかなと思います。なので最初は指でやるのがおすすめです。親指が4、5、6弦のどれかを弾きます。で、人差し指、中指、薬指っていうのは、3、2、1弦ですね、をずっと弾いています。はい、これをもう順番に1、2、3、4、1、2、3、4って順番に弾いていたということになります。で、親指4、5、6どれ弾くかっていうのは各コードによって変わってきますので、ここに書いておきますね。まあ、ただ初心者のうちはまず指を動かすこと大事なので、4、5、6弦のどれか弾くぐらいの認識で構いません。で、右手ストロークの話をしていきます。この曲のおすすめストローク、まずこれですね。はい、ということで何やってたかっていうと、タタタタタタツーカンです。ダウン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 、ツーカン、ツーカンはダウンアップになります。で、最初のところとか、このブリッジミュートっていうんですかね、右手ミュートをやっていただくとよりなんかぽくなるかなと思います。それ入れるとこうなります。はい、こういうことですね。右手の腹で弦に触れながら、ね、ギターを弾くとこういう感じの音になりますので、まあ慣れてきたら試してみていただくと良いかなと思います。で、君をのところは、君をさせるという感じで、パンチストロークにしていました。別にこれタタタタタタツーカーでそのままやってもいいと思います。で、素早いコードチェンジのところ、 C D G っていうところですね、タツカタツカってやってました。 C D G ってことですね、 C D G ってやっておりました。で、サビのところは元気なストロークにしています。会いたいんだ今すぐそこからが回らない、タンツカタンタンツカタンタンツカを1セットにしています。タンツカタン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 、むずってなると思いますんで、あれだったらタタタタタタツカでやるといいと思います。会いたいんだ今すぐそこから、タタタタツカタタタタタタツカでも良さそうですよね。ということで、簡単にではありますが以上が構造となっています。もっと知りたいよって方はですね、オンラインレッスン利用していただけますと幸いです。生徒向けに初心者コードで生徒のやりたい曲をやったりしていますので、興味があればお声掛けいただけますと幸いです。ということで、皆さんのギター上達心から応援しています。それでは音踏み切りどうぞ。
がとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。